鈴木孝則と申します。個人でですね、電池関係、それからエンプラ関係のコンサルタントをずっとやってきておりまして、会社名の方もこれ個人会社なんで、ご相談がある場合はこちらの方に言っていただければ何かサポートができるかなということでですね、覚えておいていただければと思います。それでは早速今日の、テーマについてですね、少しお話をさせていただこうかなと思うんですが、切り替わんないかな。はい、すみません。ですね、まず今日の、テーマなんですけれども、レオロジーと電池の関係ということでお話をさせていただこうかなと思ってます。でその中でですね、一番の目的、皆さんが電池を作っていく中でですね、何をされたいかというところを見ていきますと、一言で言ってしまえば良い電池というふうに書いてあるんですけれども、まずじゃあいい電池作りたいですと。で良い電池を作るにはどうしたらいいですかというところをお話していくんですが、そもそも良い電池って何ですかというところをまず簡単にご説明していきます。これは私が考える良い電池なんで、他の人にとっては別の電池が良い電池かもしれないんですけれども、世間一般で良い電池と言われるものがどんなものなのかというところを、最初に簡単にご説明させていただいた後で、まだ電池のプロセスよく分かりませんという方もいらっしゃると思いますので、プロセスについて少しご説明をさせていただきます。そんな中でですね、レオロジーがやっぱり一番絡んでくるというところが混錬、塗装の工程になります。ここのところをもう少し詳しくお話をさせていただいた後にですね、じゃあその混錬のところでですね、どんな形で、スラリーを作ればいいのか、どういったスラリーがいいスラリーなのかというところを、お話をさせていただこうかなというふうに考えています。でここでいう電池、簡単に電池っていうお話しましたけど、リチウムイオン電池のことに限ってということで、ちょっと今回はお話をさせていただこうかなと思います。リチウムイオン電池はですね、もうご存知の通り、1991年にソニーさんが最初に工業化に成功しています。昨年、吉野さんがですね、ノーベル賞を取られまして、電池、リチウムイオン電池が世界的にもすごい発明なんだというところを認識していただいたと思います。で原理などは吉野さんの方で発明をされたというふうになってますけれども、実際じゃあこれを世の中に送り出してですね、我々の手元に届くような形に最初にしてきたのがソニーさんで、その後ですね、ここにもありますパナソニックさんですとかマクセルさんというのが日本の電池メーカーさんがやはり作ってきましたと。でリチウムイオン電池というのは、リチウムイオン電池に限らずですね、電池という分野に関して言えば、世界的に見ても、これはほとんど日本からいい技術が出てきて大量に作られているという、比較的日本初の製品でして、特にリチウムイオン電池はもう日本が発明して日本で量産にこぎつけて世界中に広まっていったというふうに、そういう電池になります。でこう外観見ていただきますとですね、リチウムイオン電池っていうのはこちらの左側にありますような円筒形、それから角型で、ラミネート型もしくはパウチ型と呼んでいるフレキシブルなケースの中に入っているようなものがありまして、大きく分けるとこの3種類、他にもあとコイン型とかですね、いくつかあるんですけれども、世間でこう我々が目にすることができる電池というのはこの3パターンがほとんどで、今ここに写真でお見せしているものというのは小型電池と我々呼んでますけれども、スマホですとかビデオカメラ、パソコンというようなものに使われている電池がこのものです。でじゃあ車に乗る電池がどうなのかといいますと、車だから特に別の形をしているということもなくてですね、大きさが違うだけ、もしくはこのまんま
たくさん数を乗っけて車に乗っけているという、まあ、自動車用のリチウムイオン電池っていうのもやっぱり円筒角型パウチというのがメインになってきます。でリチウムイオン電池の原理、まあ、あのリチウムイオン電池の話をすると必ず出てくる図がこの図でして、こちらの左側の図にですね、向かって左側正極って書いてある方、こちらが、まあ、プラス極の方の材料です。一般的には正極はこの LiMO2 って書いてあります。この M は金属だと思っていただいていいんですけれども、金属酸化物の隙間にリチウムイオンがこうやって入ったもの、格納されたもの、これを持ってきます。で負極側、マイナス極側はですね、一般的にこの炭素、カーボンを負極にしますと、まあ、この組み合わせを見つけたのがあの吉野さんがノーベル賞を取ったあの発明なんですね。で、まあ、発明あの最初に発明されたのって1980年代なんですけれども、それ以降この組み合わせというのはほぼ変わらない状態のままずっと来てます。ですから当初から相当なんていうんですかね、まあ、たまたまなのか狙ったのかその辺は何とも言えないんですけれども、30年かけてまだあの基礎的な構成が全く変わらないという、まあ、発明品といいますか電池です。でこちらの、あの図の方を見ていただきますと、正極の中に入っていたリチウム、これが充電をしてやることによって負極側のグラファイトの方に、まあ、カーボンの方にですね吸い込まれている。で吸い込まれた状態で充電されたという状態です。その時に負極と正極の間に電位差が生じていきます。で電位差ができたところで、じゃあ電源の方はカットしてですね、あの何らか の, 運動あの負荷をかけてやる、モーターでもいいですし電気でもいいですし、まあ、そういう負荷をかけてやることによって今度は自発的にここに含まれる、あの炭素の方に急増されていたリチウムが勝手にふよふよふよっと動いて出ていって正極に戻ると、この時の反応を利用して、溜めていた電気を放電していきますと、まあ、充電と放電ってこういう形で行われてます。普通の乾電池、一次電池と呼ばれるようなマンガン電池ですとかアルカリ電池との違いは、この工程を充電放電という形で繰り返し行えるというところでして、まあ、二次電池っていう呼び方してますけれども、こういう充電して電気をため放電して放電させて使うという、こういう電池、二次電池という種類になります。でリチウムイオン電池というのはその中でも非常にエネルギーが密度が高いということで、今スマホ、それから、まあ、携帯電話もそうでしたけど、ビデオカメラですとかパソコンというような持ち歩く機器の電源として非常に優れている。軽い、小さい、いっぱい電気がたまる。でさらにそれを大きくしていって車でもですね、長い距離が走れる、それからスピードが出るとか、まあ、そういうところで使われています。まあ、リチウムイオン電池 の, あの原理というのはだいたいこんな形で、まあ、この辺はですね、当然リチウムイオン電池やられている方はもう、はいはい、聞き飽きましたっていう世界だと思うんですけれども、まあ、一応あの導入の枕ということで聞いておいていただければいいかなと思います。はい、そしてですね、どんな電池がじゃあいい電池なのというところなんですけれども、まあ、大体電池、どんな電池作ってほしいですかって聞くと、もうここに書いてあることが普通に出てくるわけですね。もうとにかく電気いっぱい溜まってください。できるだけ小さいところにいっぱい入ってほしいですよ。それから当然長く使えるというのは、あの繰り返し二次電池ですので、一回充電して一回放電して次に充電したらもう容量半分ですなんていうのはやっぱり勘弁してほしい。できるだけ長く使いたい、まあ、寿命が長いという、こういうところを言われます。ですから、まあ、あのいっぱい溜まっていっぱい 長い間使える、であと軽い電池いいですよね、充電が早くて放電がいっぱい力が強い、まあ、あの放電が急激に放電することができる、でそれでいて熱くならない、まあ、あの今のリチウムイオン電池って実は結構発熱をしてくる電池でして、あのスマホを使ってるとどんどんスマホは熱くなってきますね。あれは、まあ、あの
CPU が発熱している部分もあるんですけれども、やはりリチウムイオンの充電放電で出る熱が結構効いてきてます。できるだけ発熱のしないものがいいですよ。それから当然発火しない、火つかれると困るわけですね。まあ、特に初期のリチウムイオン電池、それから、まあ、一昔前の中国製の電池、車が燃えてる写真とか、まあ、センセーショナルなものが結構多かったんで、リチウムイオン電池ってすごく危ないですよっていう印象を持たれてる方も多いかもしれません。確かにリチウムイオン電池は電池の電解液と呼ばれる、ここの真ん中に入っているこのリチウムイオンをやり取りしている液体の部分がどうしても有機溶媒、可燃性の有機溶媒でできてます。ですから何かあると火がつきますよね。でまたこのリチウムというのが水が来ると勝手に反応して発熱して火がつくという、まあ、火種と燃料を一緒に抱えたような電池だということもあってですね、非常にこの発火しないという性能、安全性、これをですね非常に重視する必要があるという電池でもあります。でやはりじゃあそういういい電池ができたとして、それが1個100万もしたら誰も買ってくれないですよね。ですね、やっぱりコスト、もうこれはもう非常に重要でして、できるだけ安くというところも期待されるわけです。皆さんも記憶にあるかもしれませんけど、まあ、携帯、今でもそうですかね、携帯電話、スマホ等の電池を交換すると、まあ何千円も取られますと。ただほとんど技術料で、中の電池がじゃあ実際いくらぐらいしてるんですかっていう話になるんですが、先ほど見ていただいた円筒形のパソコンなんかに昔入ってた電池というのが、だいたい今1本ですね2ドルを切ってきてるぐらいの段階っていう、まあ、非常に安い電池になってきてます。だからまあこれだけ広がってるわけですね。それぐらいリチウムイオン電池っていうのは過去もう30年か20何年かけてどんどんコストダウンにコストダウンを重ねて、まあ、安くなってきたと、まあ、逆に言えば電池メーカー叩かれまくって安くせざるを得なかったというのも当然背景にはあるんでしょうけども、まあ非常に手が届くような高性能なんだけれども手が届くような電池になってきたということもあって、でこれが全部同時に実現できればですね、非常にいいんですけれども、なかなかトレードオフの性能もありますし、特にいいものを作っていこうとするとどうしてもコスト上がってきちゃうっていうようなところでジレンマが生じてきます。でそんな中でですね、電気がいっぱいたまるとか、まあ、この辺の一つ一つの性能をざっくり見ていくことにします。で、ここにちょっと20丸で書いてるのがですね、特に電極の作り込みというのがここの性能に大きく影響してきてますよというところにちょっと丸をつけておきました。これは後ほどまたご説明させていただきます。それでですね、電池の性能に効いている要因っていうのがじゃあどこにありますかということを見ていきますと、まあ、先ほど縦に並んでいた容量が大きい方がいいですよとか軽いですよとか、まあ、全部こう横にずらっと並べてやってですね、縦方向を見ていただきますと、容量はまあ主に活物質でほぼ決まっちゃってるよねと。それから入出力特性っていうのも、まあ活物質もあるんだけども、電解液の性能ですとか導電除剤どういうふうに入れてますかとか、あと混練どういうふうなスラリーをちゃんと作って塗ってますかとか、まあ、そういうふうに見てっていただければいいと思います。寿命に関してはですね、実はかなりいろんなところが複雑に絡んで寿命性能って決まってまして、ただそのような中でも電解液ですとか材料の品質、まあこれ異物が少ないとかですね、そういったところも含めて、でさらに設計、混練塗工というようなところがやはり寿命にも効いてきてますと。であと安全性、コストなんていうのがどこに効いてるかというのはこの表を見ていただければいいんですけれども、まあ、次回のなんかテーマではこの発熱の方はもうちょっと噛み砕いてこちらの方から抽出してやらせていただきますので、今回はまあ特にですね、塗工の、はい、混練と塗工、この辺が効いている要因について少し掘り下げてみていってみたいと思います。容量についてですね、
どういうふうに規定しているかといいますか、どうやって性能を良くしているか、良い電池を作ろうとしているかというところを見ていきます。で、先ほどの表のとあった通りですね、まあ、あの20丸がついたのがこの3つなんですね。で、活物質、まあ、容量に関して言うとどうしても活物質ありき、容量の低い活物質を持ってきたら最初からもう話にならないですよという世界です。まあ、それはもうどんな電池でもそうなんですけども、特にリチウムイオン電池の場合、正極の活物質、負極の活物質、こういったもので容量の高いものを持ってくるしかないなというところがありまして、で、特に正極なんですけれども、あの負極の方はですね、まあ、あの高容量タイプというのはなくはないんですが、まず正極の容量っていうのがやはり今かなり、求められてまして、一つは電圧を上げることによって容量を増やします。まあ、容量っていうのはあの単位がワットで測りますと、ワットアワーで測ります。ある一定の電力を何分間出す、何時間出せますかという単位で測るんですけれども、電池の中でですね、そのワットっていう電力という単位は、容量のアンペアアワー、何アンペア電流が出るんですかというところをかけることの電圧で決まります。ですから電圧を上げるかアンペアアワーの方、容量を上げるかのこの2つしかないわけですね。で、一般に普通容量っていうとワットアワーのことを指すんですけれども、その中でも材料の中にどのぐらいリチウムが入りますかっていうので調べたのがこの高容量、ハイニッケル系とかを使うとできますよって書いてあるんですけども、要は電力の中でもボルトに関わるところかアンペアに関わるところか、まあ、それの積算がトータル容量になるわけでして、できるだけ電圧が高くてできるだけリチウムいっぱい入るものというのを探していきましょうということで、まあ、最近よく出てきているのが高電圧系の LCO、 コバルト酸リチウムですね。それからスピネル型のマンガン、これなんかも5ボルトぐらいの電圧持ってます。それからあと高電圧系副酸化物なんていうのが書いてありますけども、もうあまりにも数がいろいろと提唱されていて、ただ一個一個が非常に高価なんで世の中にあまり日の目を見て出てこないと。だいたい5ボルトぐらいまで最大今あのラボとかですね、文献なんかを見ると5ボルトちょっとぐらいまでのものがあの開発されてます。ただほとんど出てこなくてですね、一番おそらく市場で見ることができる高電圧品っていうのはこの LCO 系コバルト酸リチウム系の 4.55 ボルトぐらいのものというのが市場で販売されている一番おそらく高電圧のものかなと、普通の人がといいますか普通のメーカーさんが入手できるものとして一番高電圧のものというのはそのぐらいですね。で、もう一つの容量、今度はリチウムどのぐらいいっぱい入れられるんですかと、体積あたりにどのぐらい入ってくれるんですかっていうことを見ると、まあ、あの一般的にハイニッケル系と呼んでいるような NCA、ニッケル、コバルト、アルミの副酸化物ですね。それから NCM 系というニッケルコバルトマンガン、この後に622って数字ありますけど、ニッケルが6割、コバルト2割、マンガン2割、 NCM の811だとニッケルが8割になります。コバルトとマンガンは1割です。その他に LNMO って書いてありますけど、これニッケルとマンガンだけで、リチウムオキサイドなんで頭に L とお尻に O がついてますけど、まあ、この2つしか入っていないと。ニッケル型は一体7から8、残りがマンガンというような構成をしています。それから LNO ですね。もうニッケルだけの酸化物。で、こういったものっていうのはリチウムいっぱい中にかかる、あの単位体積あたり、単位体積あたりでですね、多くのリチウムを含むことができるんで、あの電流値として多く取れます。ただ、電圧の方はこの辺のものってのは大体 4.23 ボルトが目いっぱい。というところで、ポテンシャル的にはあまり高くないものになります。ですからこの辺、コバルトを使って高電圧で容量を上げるのか、こういったハイニッケル系の材料で容量を上げるのかというような選択に今なってきています。ただ逆に言えばこういう活物質を使わないと容量的に見ていい電池っていうのはなかなか作れません。で、これに加えてですね、まあ、ここに書いてはいないんですけども、当然正極側の容量を上げたらば、それにバランスをさせて負極側も容量を上げていかないといけないということで、今合金系と呼ばれるシリコン、もしくはあの酸化ケイ素 SiO ですね、こういったものを入れたもの、
それからあと酢系のものなんていうのを使われていることもあります、まあ、いずれにしてもこの辺の材料がですねどんどん容量が高くなっていって、まあ、そういうものをうまく使いこなしていかなきゃいけないというところをまた後ほどお話をさせていただきますが、とにかく容量は活物質におんぶに抱っこの部分がかなり高いですよ。それから、まあ、セパレーター、あと設計というふうに書いてあるんですけれども、ですね、結局セパレーター、あとで終電箔なんかもそうなんですが、電池の中を構成する物質として活物質じゃないものをできるだけ減らしたい、要は容量を持っていない材料は電池からできるだけ追い出したいという、まあ、気持ちは分かりますということなんですけども、セパレーターの場合ですね、できるだけ薄いものにしたい。セパレーターは安全性を確保して正極と負極をちゃんと接触しないようにしておくためには非常に重要なパーツなんですが、そのパーツの中でもですね、セパレーターは大事なのは分かるけれども、でもセパレーターには容量がないでしょうということで、セパレーターというのはどん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 薄くしていくということが行われてきました。そうですね、リチウムイオン電池作られ始めた頃っていうのはセパレーターの厚さって25ミクロンから30ミクロンあったんですが、最近のものはまあほとんど20ミクロンかもしくはそれ以下のセパレーターになってます。で、特に薄いものになりますと5ミクロンから7ミクロンぐらいのセパレーターの両側に塗装ですね、セラミックを塗装することによってトータルで15ミクロンを切るようなセパレーターっていうのも当たり前のように今使われる事情の中になってきましたので、容量を上げるのにセパレーターって何、どういうことっていうのは実はそういうことで、できるだけ減らしたい、まあ、そんなようなことを考えています。それから設計の方ですね、電極密度できるだけ上げていきましょうと。電極も粒子で作られてますんで、隙間ができるだけない方がいい、容量的にはいい。ただ今度は隙間がなくなってくると、充放電がしにくくなる、電解液がきれいに全体に回らなくなるということで、どん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 容量がですね下がっていってしまうということで、できるだけ無駄な空間をなくしていきたい、まあ、どん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 追い詰められたような設計をしざるを得なくなるんですが、非常に重要なのはこの容量については、こういった活物質セパレーター設計、まあ、設計も含めてですね、いろいろと考えていかなきゃいけないよと。で、ちょっとこの青い矢印書いてあるんですけども、これはちょっとまた別の部分でお話をさせていただきたいと思います。ちょっとレオロジーに絡むところ、それから入出力特性についてですね、できるだけ大きな電力を取り出したい、もしくは早く充電したいというようなことを考えたときに、まあ、電解液ですよね。電解液ができるだけ移動が、リチウムイオンの移動が早いもの、大量に移動できるものということで、今低粘度溶媒をうまく使いこなせないかとか、この SEI ってだん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 ややこしい話になってくるんですけども、まあ、できるだけその負極側のですね、表面のところを抵抗の少ないもので覆って安全にしてやって、かつ入出力特性をキープしたいということで、こういったものも添加剤の処方とかを最適化して、電解液の方でできるだけ入出力特性を上げるような努力っていうのはずっと重ねられてきてます。それから2つ目に、この導電除剤ですが、導電除剤自体の抵抗をできるだけ減らして添加量を減らしたいということで、最近ではやはり CNT ですとか VGCF というような繊維状の導電除剤をいっぱい使うようになりましたし、粒子状のカーボンもですね、どんどん細かくなって、かつ、まあ、構造が大きくなっていくというようなことを行っていて、まあ、超微粒子カーボンというようなものも使われるようになってきました。でさらにこれをただ入れるだけではダメなので、効率よくネットワークをうまく作ってくださいということでですね、適正な混連とか繊維状の組み合わせとかって、こういった材料の組み合わせまでやって、一つの導電除剤で作るわけではなくて、いくつもの導電除剤のミックスで電池の性能を上げていこうと、まあ、こんなこともやるようになってきています。でさらに今度はこの混連塗装というふうに書いてありますけれども、先ほどの導電除剤をできるだけ効率よく、それで適度な分散というものをですね、行いながらものを作っていきたいという、一番のやはり性能を引っ張り出すキーとなるのがこの混連、さらに塗装のこの工程になります。
で、導電除剤の場合ですね、よく混ぜてやればいいというものではなくて、導電除剤自体がつながっていかないと電気通らないんで、あの均質にきれいに混ぜすぎると性能悪くなるというのがこのリチウムイオンの悩ましいところ。ある程度のストラクチャーを保ちながら、かつ全体としてバルクで見たときには均質だけど、よくよくミクロの部分で見ていくとつながっていて、網目のようにネットワークがあるような、まあ、そういう非常にあの相反するような性能をちょっと要求される部分ですので、まあ、ここら辺特にレオロジー絡んでですね、混連の部分で非常に重要になる、あの、まあ、職人技的なところがちょっと出てくると。でその職人技じゃ困るんで、どうやってあの良し悪しを判断しようかということを考えると、やはりちゃんとレオロジーの特性を測定してやって、どういうものがいいかというのを、まあ、決めてやると言いますか、こういうあのレオロジー特性を持ったものがいいですよね、こういう混連の仕方をした方がいいですよねっていうところへ結びつけるようなことを今進めていくタイミングに来たかなというふうに思ってます。まあ、あとですね、あの渡航のところで適度な空撃率を保持してくださいとか、あとできるだけ薄い電極を作ってくださいということでですね、抵抗下げる場合はまあ電極薄い方がいいですね。ただ電極を今度逆に薄く塗りすぎると、先ほどのセパレーターとかアルミ箔の占める割合が全体としては増えてしまうんで、容量の方には逆効果になります。ですから本来であればできるだけ分厚い電極で、あのそれを短い電極の長さで巻き込んでいって、トータルの容量を上げたいところなんですが、ただ入出力特性を考えると、まあ、適正なというか可能である厚さの範囲っていうのはある程度決まってきます。まあ、だいたいハイブリッド車で50ミクロンぐらいの電極、それからあの片面正極の床を合わせてですね、それから、容量重視のもの、スマホですとかあのビデオカメラ、パソコンみたいな、タブレットみたいなものになると少し厚めになります。100ミクロンぐらいまでの厚さの電極を使うようになりますけども、この辺がですね、あのトレードオフに見事になってきているところです。あとは加速室からのイオンの出入りなんてところで、小流経過しましょうということで、最近ナノサイズの加速室を使いましょうとかですね、やってまして、この辺もあの分散させるものが小さくなるほど、分散させにくくなるのと、あの渡航の時の粘土挙動が非常に安定しなくなるのとですね、どちらかというと漂流経過はしたいけれども、なかなかそのあとあのプロセスの関係で小さい流形を使いにくい。まあ、もちろん漂流形化するにもお金がかかるんで、当然漂流形のものっていうのは高くなってくるんですけれども、できるだけそのうまくこういうものを使いこなすためのスダリーの作り方っていうのも考えていかなきゃいけなくなってます。だから寿命についてですが、まあ先ほどの電解液の SEI をうまく作りましょうなんていうのも当然そうなんですけれども、最近ではですね、この温度安定性っていうのをかなり言われてまして、だいたい今の液系の電解液っていうのは上限、使用上限で80度から85度ぐらいでもう限界と、で通常は60度以下で使いたいというのが、あのリチウムイオン電池の結構大きな、なんていうんですかね、障害というか使いこなす上での問題点になってます。ですので、できるだけ高い耐熱性を持った電解液を作りたいんですけれども、じゃあイオン液体みたいにですね、やはり高いものが高温で、持ってくれるような材料を使おうとすると、こういうものっていうのは大体高価で現行のものの10倍ぐらいの値段がするとかですね、結構当たり前になってくるんで、なかなかできないであれば、今のものをどのぐらいうまく使いこなそうかっていうのも寿命については非常に重要なところになってきています。それからですね、まあ、あの不純物は少ない方がいいですよねっていうのは大体寿命に一番効いてくるところですけど、あと、まあ、導電除剤ネットワークとか書いてありますが、やはり混連渡航のところでですね、導電除剤がちゃんと分散してくれて電気が通って、かつ長い間使っていてもその状態があまり変わらない、ネットワークを切らないっていう言い方をすると、まあ分かりやすいのかもしれないんですけども、要は
導電所材がきれいにつながって電気が流れてるところを重放電することによって、もう活物質が大きくなったり小さくなったりと微妙に変化をしますと。でそれによって導電ネットワークが切れるようでは、どんどん抵抗値が上がっていって、電池自体の抵抗が上がっていって性能が悪くなってくると。まあ、そういうところで寿命って迎えることが多いんですけども、まあ、そういったものもやはり混連による、混連渡航工程でですね、うまく分散、きれいに分散させたスラリーを使ってやるというのは、やはり非常に重要になってくるということです。まあ、あと安全性ですね。安全性については、活物質は安全なもの、できるだけ安全なものを使った方がいいですよ。ただ、多くの場合、安全な活物質って容量があまり高くないんで、先ほどの容量とのトレードオフになります。電解液もそうですね。安全な電解液っていうのは、硫黄液体みたいに燃えないものを持ってくるのは非常にいいんですけれども、値段高いですよと。セパレーターに関しては、先ほどのちょっとお話した渡航用のセパレーターとか、渡航セパレーターとか、公共のセパレーターって書いてありますけれども、例えば、アラミドを塗ったようなものとか、強度を上げるために、不織布を使ってみたりとかですね、中にはセルロース使うものもあったりします。ただ、それぞれ一長一短があり、なかなかメインにはなってこないんですけれども、まあ、こういういろいろと新しい技術をつぎ込んで、新しいものを開発されているところです。材料品質はですね、あと、設計、それから組み立てというところでですね、やはり確実に異物を入れたりしないようにしながら、環境を保っていいもの、ちゃんとした電池を組まないと、やっぱり安全性というのは全体のバランスで担保するものなんで、まあ、こういったもので安全性をできるだけキープしながらということで、今ずっとお話ししてきた、だらだらとお話ししてきたようなことをですね、全部取り入れようというとかなり大変で、ある程度取捨選択をするんですけれども、そんな中でやはりどうしてもこれだけは使いたいっていうものが出てきたところを重点的に開発のテーマとしてまた各社さんやられてるというふうに理解してます。まあ、コストは分かりやすいですね。安いものを使えば安くなりますけど、単純に、まあ、この乾式セパレーターなんてのもそうです。単純に安いだけでは性能が出ないんで、それを補うための技術というところで考えていかなきゃいけないですよということですね。発熱も先ほどお話ししたのと同じようなところでですね、できるだけ抵抗の少ないものを作れば発熱はしにくくなるので、まあ、導電所材にいいものを使って、まあ、この辺は入出力特性を上げるのと考え方は全く同じです。で、どんな電池作ればといいますか、どういうことが、求められているかというのは、今ざーっともう項目片っ端から上げてお話をしてきたんですが、ちょっとそれを一回置いといてですね、リチウムイオン電池の電池のプロセスというのをちょっと見ていきたいと思います。で、大きく分けてこのリチウムイオン電池の先ほどのセルを作るとき、1個の電池を作るときに、普通前工程と呼んでる工程、ロールを作るところまでですね、電極を作るところまでの工程、それからその電極を今度カットして液を入れて電池に封入して電池にするという後工程と呼んでる工程があります。まあ、後工程が終わった後にさらにまだ工程があるんで、これが後かどうかっていうのはちょっと微妙な呼び方なんですけど、通常電池作るところまでを後工程って呼ぶ、もしくはこの後ろまで入れて後工程っていう言い方します。電池はできた後重放電のテストといいますかね、一回完全に充電させて完全放電させて、とその後また充電してエイジングっていうことをやります。で、これによって電池の性能をフルに引き出すとともに、途中で不良の出てくるようなもの、例えば中でちょっとだけショートしてたとか、電極がうまくできてない部分があるとか、そういう不良の部分をここで弾く意味もあってですね、実はエイジングなんていうのは、まあ、短いところで1週間、長いところだと 3週間以上エイジングってかけます。リチウムイオンの中でも比較的一番長い工程、実はこのエイジング工程で、これをできるだけ縮めたいという要求はあるんですが、縮めると先ほどのようなチェックがかからなくなるっていうことがあって、プロセス組む人にとってみれば非常に頭の痛い工程らしいんですけれども、
まあ、この後工程のエイジングというのをやはりしっかりやって不良を弾いておいて市場に流れる電池でトラブルを起こさないというのは非常に大事なことになっています。で、もともとの話にちょっと戻しますが、リチウムイオン電池の方のこの前工程で、この中でも、原料を投入して混ぜて塗る、まあ、ここで2ステップで終わってしまうんですね。あの塗るところまではで、レオロジーが基本絡んでくるっていうのはこの工程、まあ、だけとは言わないですが、まあ、ほぼこの工程で全部終わりです、まあ、あと強いて言えばここで注液するんで、ここでちょっと多少はあるんですけど、ここはまあレオロジーというよりはどちらかというと電解液の粘土のみで話がついてしまうようなところなんで、電解液の粘土とですね、あと電解液とあの電極、セパレーターなどの相性だけで話がついちゃうんで、まあ、ちょっとここは置いておきまして、ここで混練塗工、つまりこの前工程の混練塗工工程っていうのがやはり、まあ、レオロジーというものと非常に縁が深いというか、ここのところを考えなきゃいけない部分です。で、混練工程ですね、あの何をしたいかっていうと、活物質、バインダー、それから導電除剤と、溶剤を混ぜてやって、正極の場合ですね、こういうベターとしたインクを作りたいわけです。で、あのミキサーというものを使うんですが、過去には割とこういうプラネタリーミキサーというミキサーが、まあ、非常に混練の均質性が取れやすいことと、構造が容易なこととですね、値段があまり高くならないことで、あのプラネタリーミキサーを使われてたんですが、近年ではこちらのような連続機にどんどん移行していく傾向があります。まあ、これは理由はいくつかありまして、連続機の安定性が高くなって、スタート直後から終わりまでの間の組成変動がほとんどなくなってくるような、まあ、設計ができるようになったということがやっぱり一番大きな要因。加えて、全体として小型なんで設置面積が非常に小さく済みます。ということで、あの大きい大量生産をするときにこのプラネタリーミキサーの大きいもの1トンぐらいこの下の釜にあの下の容器に入ってしまうような大きなものを何個も並べてセットするよりはこの非常に小さな、まあ、これ全体長さで2メーターあるかないかぐらいなんでそういう小型の連続機というものを使って大量にスラリーを作れるようになってきたことから今では連続機の工程が非常に増えてきています。まあ、これでぐちゃぐちゃ練ってですねあのこういうペーストとかスラリーとかいう呼ばれるものを作っていってこれを塗って電極にします。塗工工程なんですけども塗工工程機械外から見ても何だかよくわからないんでいい図を探してたら平野さんのところにですね、コンマコーターですとか大コーターの概略図が出てたもんですからちょっとこれ見ていただくと非常にわかりやすいと思います。コンマコーターっていうのは液ダメを作っておいてここのブレードの刃の段のところがこの裏側にあるんですけどもそこで高さをこう均一にして越して塗ってやるという、まあ、こういうコーターがあります。それから大コーターですね量産機台こっちの方が圧倒的に多いと思いますけども大コーターは、塗工台と言われる、まあ、台ですねあの押し出しの、まあ、あの金型みたいなものを使ってですねこのスリットからインクを均質に同じ厚さでずっと押し出していって塗りつけていくという、まあ、ほとんどこの2種類のどちらかのもので使われます。で量産機はほぼ大コーターですねあのテスト機ではこのコマコーターって非常に扱いやすくてメンテナンス楽なんでこちら使われますけどもあの量産機では大コーターを使われるケースが非常に多いです。でこういうもので先ほどのインクをアルミ箔副極の場合は銅箔の上に塗っていくというのが塗工工程でここが実は塗工機なんですが今の大コーターがあるんですけれどもこの部分ですね。でその後にドカーンと大きな四角い箱が並んでます。これまだかなり小型機でして実際の量産機ですとここの塗工幅が50センチを超えてくるこちらの長さが20メーターあるとかですねそういう大きなタイプの乾燥炉を使われるんですけども、まあ、この装置、ほとんどの場合熱風で正極は正極も負極も乾燥します。だいたい温度範囲としては正極の場合
先ほど溶剤って言ってた部分があり、NMP という溶剤になって沸点が204度あります。ですが乾燥温度は、まあ、沸点まで上げないですね。洗濯物を100度で乾燥する人そんなにいないんで、それと同じで乾燥ってのは大体それよりも何十度か下で乾燥します。で、リチウムイオンのこの電極の場合もですね、結局は、乾燥炉自体はですね、120度から30度ぐらいが最高温度という感じで乾燥していきます。負極の場合は100度までいかないですね。80度、90度というようなところで乾燥されることが多いようです。まあ、プレスはロールに圧力かけてプレスして、先ほどの電極密度を上げていって、電極の厚さを均一にする工程です。まあ、これが前工程、特にリチウムイオン電池を組み立てるときの前工程なんですが、先ほどお話ししたようなところで混練塗工っていうのは本当にもうワンステップツーステップで終わりというプロセスです。でここが非常にレオロジーでは重要なんですけれども、リチウムイオン電池のバインダー、リチウムイオン電池を作るときは必ずバインダーというのを入れます。でどんな役割があるかというのはここに書いてあるんですが、要は分散の補助剤であったり、それから導電導剤、活物質をスライドの中で保持しましょう、塗工の粘度を確保しましょうとかですね、いくつもの役割、ここにあるような役割を、まあ、ほぼバインダーという材料一つで、担保しなければいけないというところがあります。でこれをこの性能を発現させるのが混練の工程になります。で溶剤、活物質、それから導電除剤、バインダーというものを混ぜていく中で、やはりその混練して液体ができてくるときにですね、やはりこのレオロジーを考えなければいけないんですけれども、一つ非常に重要なところは濃厚な樹脂溶液になりますよというところです。高分子の、濃厚溶液の挙動というのは、まあ、後ほどおそらくレオロジーの専門の方いらっしゃいますんで、いろいろと説明していただけるとは思いますが、非常に複雑な挙動をします。でその複雑な挙動をする中で NMP の中にバインダーの分子がこう溶けてるわけですよね。こういう高分子の挙動があり、その中にさらに導電除剤が浮いていて、これがきれいに分散をしてくれなきゃいけない。ただしこの連続した構造っていうのは破壊してはいけないという微妙なところで、かつこれが凝集して、それをさらに攪拌力で分散させっていうことを繰り返してやってるわけなんですけども、この関係をうまく最適化していかなきゃいけない。それからさらにミクロンサイズの粒子のこの活物質が NMP の中にありいるわけで、放っておくと沈降してしまいます。だけど沈降させないためにバインダーの粘度と粘弾性で抑えながら、その中に導電除剤をというこの複雑な関係を、レオロジーの解析の中でですね、最適化していくところを見つけて、常にそこを管理しながらいいスライドを作っていかなきゃいけないという非常に難しい作業になってきています。まあ、ということでですね、先ほどの混合系なんですけども、相当複雑な混合系になっていますよということで、これが相互に影響し合うんで、それぞれを切り分けて、でかつ全体でどうなっているのかっていうことが、まあ、最近どんどん分析装置が良くなってきて、やっとその正体が見えるようになってきたというのが今の状況です。でなんでそんなこと気にしてるかって言いますと、まあ、全体バランスよくきれいに分散してくださいはいいんですが、渡航直後に、まあ、ある一定の厚さをこう持っていた電極のスラリーなんですけれども、粘弾性が非常に良くないと、シェアが低くなった時に粘度があまりにも低いと流れてしまうということが当然起こるわけです。でこれが粘ってくれてシェアゼロの時に流れないですよっていう材料になってくれると、この電極の中でですね、厚さのムラができない非常にいい電極ができますということになります。
で、まあ、ちょっとここにビンガム流体的な挙動が理想なんじゃないのっていうふうに書いてあるんですけれども、ビンガム流体って何って話になるんで、非常にいい図があったんでちょっとこれだけご紹介させていただきますと、加える力が小さい時に非常に高い粘度を示します。ただある一定の粘度を超えてしまうと、もうさらっと流れてる、いくらでも自由に動いてくれる。ただしある程度のトータル粘度は持っていて、核物質の沈降を抑える、導電除剤の分散再凝集を抑えるっていうようなことが起こってくれるっていうのは非常に重要なんで、こういう挙動をするスラリーというのが、まあ今考えられる中で一番理想形というか非常にいい状態のスラリーではないのかなと思います。もちろん細かいところいろいろとバランスとかですねありますけれども、ポンプで送る台の中を流れるっていうのは比較的シェアがあるところではそこそこの粘度で動いてくれて、渡航が終わって完全にゼロシェアになった時に流れませんっていう、まあこういうものをできるだけうまく作り込みたいなというふうに考えています。で、実際今のスラリーを測定してやるとですね、これ縦軸粘度、横軸ローターの回転数、要はシェアレート、もしくはさっきの加える力に当たるところなんですけど、シェアが小さくなると、まあバインダーを割と変えてもですね、大体パターン同じで、高分子の溶液って意外とこういう挙動をしてくれるっていうことが、まあ、たまたまあったんで綺麗な電極ができてるんだと今思ってます。これを能動的に作り込もうと思うと結構大変は大変で、まあ、今度ですね、その新しいバインダーを設計するにあたって、本当に今みたいなこういうスラリー粘土で粘弾性でいいのかっていうのは、私も含めてこれから考えていかなきゃいけないんですけれども、少なくとも今こういう材料で電極スラリーが構成されてるんで、まあ、なんとかうまく電極ができているというのが、まあ、偽らざる状況という感じです。まあ、これ正極の方ですが、負極もほぼ全く同じ挙動を示してくれます。で、まあ、大体話をしましたが、これですね、搬送とか渡航の時には良好な流動性を持ってくれる、それから渡航直後に粘弾性が大きくなって、まあ、シェアが低くなったところで粘度が大きく上がってくれる、でかつ核物質の沈降をある程度抑えてくれるということで、そこそこ動いている時にあまり粘度が下がりすぎない、これがこのままゼロに近いようなところを張ってくれるようなものではないというのが必要ですということで、今はある程度近いものができてきてはいるなという感じで、逆に言うと材料を変えたときにこのパターンを崩さないようにスラリーを作っていかなきゃいけないんだろうなというふうに考えます。導電除剤に対してもそうですね、ある程度構造を保ったまま、こういう塊じゃなくてきれいに分散してくるような粘土が必要ですよということで、格子端にも一定の粘土はどうしても必要ですねというのがあります。で、あとですね、一つだけ非常に難しい課題があってですね、間欠渡航っていう、まあ、こういうふうに一定の幅で、渡航膜が切れているような渡航パターンを取るとなります。これはこの部分に電極をくっつけて、タブをつけてですね、電極の核物質の無駄をなくして、できるだけきれいにで電池を巻いていきたいということがあって、こういう間欠渡航っていうのを行うんですけれども、ここの渡航の塗った終わりのところがきれいなものがピタッと渡航部分が切れてくれるんですけれども、適当に粘土がありすぎるとか、なんですかね、うまくこうピタッと切れてくれないと、こういう櫛型の糸引きってよく呼んでますけれども、こういう渡航不良が出ますと。で、これをなくすためには、先ほどのこの単純にビンガム流体だけではなくて、最後に急激にシェアがゼロに変わるところで、ブツッとその伸びをなくしてほしいっていうんですかね、ぶっつり切れてしまうようなスライムみたいな挙動がちょっと欲しいなというふうに言われてます。で、これがなかなかうまく作り込めなくて、今いろいろと皆さん機械的になんとかこれを止めているような状況が多いんですけれど、
例えば先ほどの台のところから押し出すインクをわざと引っ張ってやって吸い込んでやってリップのところでインクを出すのを止めるとかですね、そういうこともやってます。でなんとかこういう直線的な綺麗な塗装部作ってるんですけれど、これを粘弾性のそのコントロールでこういうトラブルができるだけ出ないような素材っていうのも今後、まあ、要求されてくるんじゃないかなというふうに、まあ、されてきてましてですね、まあ、こういうものを設計できるように自由に設計できてくるようになったらいいなというふうに考えてます。はい、ということでですね、だらだらと話してきましたけども、良い電池を作るにはということで、とにかく良いスラリを作らなきゃいけませんよと。で良いスラリっていうのは先ほどのビンガム流体みたいな高シェアで適正粘度、低シェアで超高粘度というようなものが、まあ、一つの理想形かなと。でそれを明確にどういうものを今自分たちが作ってるのかというのを確かめるためにも、やはりレオロジーの特性、これをですねちゃんと測定して理解して、設計に落とし込んでいくと、まあ、こういうことを今後注意してですねやっていかなきゃいけないなと。今まではそれを職人芸に割と任せてきた部分がありますので、できるだけ数値化して実現していきたい、まあ、というふうな形でですね、レオロジーというのは大事な分野といいますか、そういうものを測定できるものが大事な重要なステージに入ってきたのかなというふうに思ってます。